ニュースをお伝えします。敬愛する最高指導者金正恩委員長がキューバ共産党中央委員会第一書記に返礼を送りました。返礼は次の通りです。ハバナ、キューバ共産党中央委員会第一書記ラウル・カストロ・ルス同志、尊敬する第一書記同志、私は朝鮮労働党創立75周年に際して第一書記同志が温かい祝賀を送ったことに深い謝意を表します。私は両党の間の同志的で兄弟の友好協力関係がこれからも社会主義業のための共同の戦いの中で引き続き発展するものと確信します。第一書記同志の健康とキューバ共産党と人民を導く崇高な活動でより大きな成果を収めることを心から祈ります。朝鮮労働党委員長金正恩、主治109年2020年10月15日平壌。朝鮮労働党創立75周年にちなみウランバートルで全国討論会が催されました。モンゴルの政界をはじめ社会各界の人、朝鮮人民との友好連帯団体の人、主治思想支持者がこれに参加しました。討論会では国民大会議モンゴル朝鮮議員グループ委員長の祝辞について、朝鮮労働党の昨日と今日明日、朝鮮労働党と自律的民族経済などのタイトルの討論がありました。発言した人たちは、朝鮮労働党の75年の歴史には偉大な金日成主席と金正日総書記、金正恩委員長の不滅の業績が秘められている、不抜の威力を轟かせる朝鮮労働党の尊い歴史的経験を世界の進歩的な政党が見習うべきだと述べました。討論会では敬愛する最高指導者金正恩委員長に送る祝電が採択されました。朝鮮労働党創立75周年にちなみ各国の政界の人が談話と文を発表しました。ブルガリア共産主義者同盟名誉委員長は談話で、ルーマニア民族社会主義党最高理事会委員長は文で、朝鮮労働党の75年の歴史は国の自主権を守り、朝鮮を世界の社会主義の砦に進歩的な人々の希望の灯台に変えた栄えある歴史だ。朝鮮労働党と人民が収めている驚異的な成果は社会主義を目指す国の人民を励ましていると述べました。エジプト自由社会主義者党副委員長は新聞アル・アフラルに載せた文、偉人たちが民族の歴史を創造するで、朝鮮労働党の創立と発展に尽くして成した不正室の偉人たちの不滅の業績を称えました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員の朝鮮民主主義人民共和国キム・ドクフン内閣総理がチェナム炭鉱とナムドク青年炭鉱、クァンチョン養鶏工場、飼料保障農場の住宅建設現場でその実態を把握しました。チェナム炭鉱とナムドク青年炭鉱の各生産工程を見て、キム総理は石炭生産の増加に合わせて運搬能力を改善し、設備と技術の管理を規定の要求通り行い、労働者の生活条件を改善するための休養活動に力を入れることについて述べました。またクァンチョン養鶏工場、飼料保障農場の住宅建設現場で施工係が設計と工法通り工事を質的に行い、区画整理、道路の舗装、河川整理を早めることについて述べました。現地での各協議会では炭鉱で基本屈伸と準備屈伸に拍車をかけ、有望視される予備採炭場を確保し、資材の保証を追いつかせて農村住宅の建設をいち早く終えるための実務的懸案が討議されました。一方、キム総理はプクチャン火力発電連合企業所と2月8日チクトン青年炭鉱を見ました。共和国のハムギョン南道とカンウォン道、ハムギョン北道の被災地で復旧作業に励んでいる人民軍軍人に各地の勤労者と青少年から見舞いの手紙が送られました。東部地区の各道の党の責任幹部が被害復旧現場を訪れ、自ら手紙を手渡し人民軍軍人を励ましました。各地の勤労者と青少年は手紙で、
第8回党大会に向けての総進軍の先頭に立っている人民軍軍人に送る祝いの言葉と挨拶を述べました。敬愛する最高指導者金正恩委員長が100歳の誕生日を迎えるハムギョン北道温村郡所在地第66居住人民班に住むハーリョンナムさんに恩情こもる贈り物を贈りました。人民経済の各部門で成果が相次いでいます。80日間キャンペーンに入った関東地区炭鉱連合企業所で採掘及び採炭設備をフル稼働させ、キャンペーンが始まって5日間毎日の石炭生産計画を上回って達成しました。キム・ジョンスク平壌防食工場、新義州防食工場など各地の防食工場でも設備をフル稼働させて、80日間キャンペーンの初日から毎日の計画を超過達成しています。平壌北道の勤労者は、テチョンキノコ工場など地場産業工場の近代化を進めると同時に生産に拍車をかけています。被災地の住宅建設が急ピッチではかどっています。ゴムドク地区の被害復旧現場で軍人建設者は、建設工法通りに住宅の内部工事を進めて高い実績を記録しています。第一師と党員師団の建設者は、新たに展開したホチョン郡の被害復旧現場でも最先鋭の首都党員師団の威力を誇示し、低層住宅の工事に励んでいます。第二首都党員師団の建設者は、最短時間内に住宅の基礎コンクリート打ち込みを締めくくり、その勢いで壁の築造を推し進めています。朝鮮労働党創立75周年にちなみ、在中国朝鮮人総連合会チェースボン第一副議長をはじめ、在中国朝鮮人総連合会の活動家が朝鮮労働党を創立し発展させた偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記、天才的な英知と並々ならぬ特筆した指導で労働党を世紀の変革と勝利一路へと導く敬愛する最高指導者キム・ジョンウン委員長を称える使徒文を創作し発表しました。以上でこの時間のニュースを終わります。こちらは朝鮮の声放送です。朝鮮の声放送へようこそ。朝鮮の声放送へようこそ。平壌は澄み切った空、涼しい風といった秋の風景がはっきり感じられる今日この頃ですが、皆さんの地方ではいかがですか？そうですね、本格的な秋ですね。さてこのコーナーでは、朝鮮の声放送の愛聴者である名田隆史さんが創作した詩をご紹介しましょう。愛の花園。どんな花よりなお美しく、清く気高く尊い、革命的同志愛と真意に満ちた人間の愛の花園、社会主義著存で花開いている。領衆が注ぐ愛情、その指導、革命と祖国への汚れなき良心へと開花して、全てに不可能なく必ず勝利するとの固い信念への汚れない忠誠心を持つ父方の人間の花園、愛の花園、社会主義著存で美しく咲いている。父の著存の人間の花園、人のために自分を捧げ、影ひなたなく誠実に働く人間、父方の人間、領袖に忠実、祖国に献身、革命と集団の利益、同志たちのことを先に考え行動する、高貴な愛の花園、人間の花園、社会主義著存で今大輪の花となっている。以上、名田隆史さんの詩、愛の花園でした。では今日はこの辺で、リスナーの皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。
谷大将についてお話しします。人民祖国戦争、日本でいう文禄慶長の役ですが、この人民祖国戦争の時、韓山東沖で朝鮮水軍と日本侵略者との大きな海戦がありました。当時李承信将軍の指揮のもと、朝鮮水軍は日本水軍に大きな打撃を与え、朝鮮南海で制海権を完全に握りました。社会科学院歴史研究所の研究者、チョン・ギョンイルさんの話です。韓山東해전은1592年7월8日、韓山東アッパダ에서외족의함대를경멸시킨韓山東海戦は1592年7月8日、韓山東沖で日本艦隊を撃滅した海戦です。愛国名将李承信将軍の指揮のもと、亀甲船を先頭にした朝鮮艦隊は敵船73隻のうち59隻を撃沈し、数千人の敵兵を殺傷して、日本軍の水陸並進計画を完全に破綻させました。朝鮮人民は、韓山東海戦で収めたこの勝利を、韓山大勝と呼んできました。1592年6月末、日本侵略者は3つの艦隊に再編して、朝鮮艦隊を攻撃しました。7月6日、李承信将軍は大規模な日本艦隊の侵入に対応して連合艦隊を編成し、全艦隊に出撃命令を下しました。李承信将軍は日本軍を韓山東沖におびき出して撃破することを決心し、朝鮮艦隊の主力を韓山東の北の岸辺に隠蔽させました。そして5、6隻を先駆けとして敵軍を誘い入れるようにしました。この先駆けの艦船が県内領ヒョンネリャンという早瀬を抜け出して、広い韓山東の沖にほとんどの敵船をおびき出したとき、李承信将軍は一斉攻撃を命令しました。亀甲船を先頭にする朝鮮艦隊は正面と両翼から日本の艦隊を完全に包囲し、強力な火砲射撃で数十隻の敵船を焼き払いました。このように韓山東海戦は誘引包囲戦術が見事に駆使された戦闘として、中世の世界海戦史においても上位を占めています。韓山大将についてお話ししました。